ジですか。なんか今日ちょっとパタパタしてる。そう、なかなかだね、入れ替わりが。話に夢中。中君。じゃあ。違うか。自分こっち？あ、そうです。入ってる？入ってますよ。しましょうね。これで入ってます。はい、お願いします。じゃあ、あと20秒ですね。あと何秒？20秒。20秒、はい。パタパタしてるけど。私はオープニング流すので。はい。はい、こんにちは。玉の花親のパイロットになろう。毎週木曜日午前11時から12時までの1時間、番組通り、タイトル通りの飛行機のパイロットになるための情報をお届けする番組が始まりました。今日はその第4回目、パーソナリティを務めるのは玉の花親です。ラジオの皆さん、前の皆さん、ツイキャスでご覧の皆さん、 YouTube ライブでご覧の皆さん、今日も最後まで聞いてください。よろしくお願いいたします。できる限りパイロットになるための情報につながるような、私が乗っているような小さな飛行機の話、いろんな種類のパイロットの話、航空業界の話、パイロットの訓練の話、飛行機とか空とか、さまざまな話題を提供していきたいと思います。そして今日もまなみさんと一緒に、番組盛り上げていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今日はですね、またまたうちの訓練生をですね、はい、ゲストに呼んでいます。はい、おそらくツイキャスでご覧の皆さんは、そうですね、何訓練生、子供じゃんって言ってる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、そうです、子供です。そうですよね。また子供です。明らかに。はい、まあ、CM の後、ご紹介したいと思います。それでは皆さん、お昼前までの1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。始まった。最初自己紹介ね。最初さ、この番組の目的みたいな話して、で、こういう話して、じゃあ自己紹介お願いします。この間やったじゃん、あんな感じで自己紹介してもらって、でそれで少しずつ何質問して、多分まなみさんから途中で質問来る、ね、質問ね、あれば。でツイキャスで質問が出てくる可能性もあるんですよ、生で。そしたら今ライブ配信なので、お問い合わせは934-8111プレド株式会社まで。気になってしょうがないでしょ。ああ、やっぱああいうの気になる。もうすごいっすよ、今日その話になるね、きっとね。もう飛行機が空飛んでたら授業どころじゃない。ラジオどころじゃない。あ、こんなの見たらもうウズウズね、撮りたくて、こうやって。今日カメラ持ってるの？あそこ公開になってる。そうか、いいね、見てみたいな、すごいんですよ。あ、持ってきてましたよね、あの、これ月曜日にちょっとちらっと写真撮ってるところ。なるでしょ、重いでしょ。フトフトするの、でもあれ、あの製品のシーズンの中では軽い方なんで。そうなの、お前、今自分が持ってるのは600、しばらく手がとりあえずガクガクしてる。でもそれをやるっていうのがすごいよね。すごいな。じゃあこれ次カメラ見てみる。カメラの写真とか、やっぱそのぐらいだったら引き伸ばししても全然。10秒前にこの CM が終わったら開けるので、はい、CM から行きます。はい、より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。はい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 、皆さん、とうとう子供が来ましたよ。子供が来ましたね。ですね、
まあ、この番組、目的ちょっともう一度お話しさせてください、パイロット不足が非常に深刻です。世界中で深刻です。そういうところ大事なところを伝えたいと思ってます。でパイロットっていう世界がそのじゃあそもそもあまり知られてないのでそういったお話もしたいと思ってこの番組をやってます。でまさに今日来ていただいてる子供に対してもパイロットの道ってどんな風になるんだよって分かりやすくお伝えしたいなと思ってます。要はたくさんの人々方々がパイロットになりたいと思ってほしいということ、そしてこの番組を聞いてパイロットの夢を実現してくれると嬉しいなと思って、この番組をやっております。はい、さて早速ですが皆さん、ご覧になれますかね。ラジオだけ聞いてる人は何を言ってるんだと思うかもしれないんですけども、パイロット留学アカデミー FS の最年少訓練生の浅戸俊介くんです。こんにちは。こんにちは。桑井中学校3年生の浅戸俊介と言います。将来は、貨物機のパイロットを目指しています。すごいですね。貨物機のパイロット、もう目標が明確ですよね。で実はこの番組、木曜の午前11時なんですけど、なぜこの時間に来ているかって、これ収録なんですね。そうですね、収録じゃないと、はい、収録じゃないと学校から休んで来れないので、今日は、学校が終わって、収録であります、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうすでにラジオ番組に出てですね、はい、月曜日にもうすでに放送出て、そうですよね、なんかどん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 マスコミに注目されつつある少年でございます、はい、一緒に期待しております。で今さっきその、ね、貨物機のパイロットになりたいって実はすごく自分を衝撃受けたんですよ、最初会った時に。なので、おそらく番組を聞いてらっしゃる方、見てらっしゃる方からすごく興味があると思うんですけども、はい、まあ、そもそもパイロットを目指すきっかけ、はい、聞きたくないですか。あ、聞きたいですね。どのタイミングで、まず何歳で何のきっかけがあってパイロットになりたいなって思ったのか、ちょっとお話聞かせてもらえますか。何歳からっていうのは自分でも記憶がなくて、もう私のお父さんも飛行機が好きなんですけど、小さい頃からよく瀬長島とか飛行機に連れて行ってもらって、もう自然と好きになっていたっていう感じです。あ、じゃあもう記憶何歳かわからない時から、はい、もうずっと飛行機が、ま、もう身近にあったと。はい、あ、ちなみに最初に飛行機を乗ったっていうのは何歳ぐらいですか。一応お客さんとして3ヶ月とは言われてるんですけど記憶にはないです。記憶にない、はい、3ヶ月ですよね。生後3ヶ月じゃ記憶に記憶あったら怖いよね。飛行機の子が良かったとかね。あ、そっか。その時に初めて飛行機乗って、まあ、沖縄に住んでてどっか行ったとかそんな感じでしょうね。そうなんだ。でそれでその飛行機を最初やっぱり見て、あ、かっこいいなとかって思い始めて好きになったわけの。結局多分そうだと思います。でもやっぱりその今14歳でしょ、はい、中学3年生、はい、じゃあその飛行機に興味持っていきなりパイロットになりたいと思ったの、それとも何か飛行機の何かやったの最初。乗ってっていうか飛行機好きで、うん、やっぱり飛行機で一番印象が強いのってやっぱパイロットなんで、うんうんうん、自分もいつか操縦してみたいと思って。ああ、そうかそうか。俊介くんがちっちゃいところって飛行機の中のコックピットは入れた？入れないかな？入れなかった。あ、入れない。もうその時から。そうかそうか。実はね、昔入れたんですよ。コックピットですか？コックピットに。今じゃ考えられないですよね。はい、昔はですね、自分がちっちゃい頃、大昔です。自分がちっちゃい頃は、飛行中にですよ。巡航中にお願いしたらコックピットに連れてってくれたんですよ。私まだ覚えてます。そう、あの操縦席の中に、はい、呼んでくれました。昔です。だから子供の頃、例えば一人旅をするとなんかジュニアパイロットとかって言って、はい、客室乗務員、まあ、当時シチュアですといった方がすごくケアしてくれて、はい、で、コクピット見に行くとかって言うと、あ、行けますとかって言って、そしたら覚えてるのがパッとドア開けて中入るじゃないですか。めちゃめちゃ明るいんですよね。窓がいっぱいあるから、おーと思って、ケーキがいっぱいあって、おーと思って、はい、いらっしゃいとかって、こんにちはとかって、でもいや、ソロですよ、はい。で、そういうのがあって、で、そういうのが早期ないじゃないですか。だから、自分はそういうのを見て、あ、なりたいなと思ったんだけど、じゃあ、俊介君の場合は、あくまで飛行機を 外から見てて、パイロットをちらっと見て、あ、はい、仕事してみたいな。そうです。
そっかそっか、そうなんだ。でもさ、実はね、だいぶ前から話は聞いてはいるんですけども、はい、そっからこの飛行機を乗るという一つ前に趣味ができたんだよね、飛行機に関する。はい。何ですか？写真撮影です。そう。おお。飛行機の写真撮影。はい、これは飛行機の専門というか、もう飛行機しか撮らないんですか？ではなく、ほぼ専門です。さっきもね、番組始まる途中でこちらでヘリコプターがあって、もうすぐに目が釘付けて、もうラジオどころじゃないぐらいですね。もうここはよくと飛ぶところが見えるので、ここよく飛ぶよ、ね、多分。あ、じゃあ当然飛ぶところは知ってんだよ。どの辺飛ぶとか。はい、ああ、そっか。で、その撮影が趣味になって。はい。で、実は真鍋さん、はい、航空写真家という経歴を持ってるんですよ。撮り始めたのは何歳から？始めたのは5年生ぐらいです、それからもうずっと撮り続けて、はい、今でも。そうです。ちなみに実績は？実績って言われるとそんなないんです。いやいや、あるじゃんあるじゃん、ほら、ニュースで取り上げられたりとか、新聞社に、新聞に載ったんだよね、はい、あ、その写真がですか？そうそうそう、新聞で載ってちゃんと、はい、撮影朝年ですけどね、ほら、おプロですよ。すごい。で、自分もその写真見たことあるんですけど、いやプロですね、やっぱりカメラは。名刺通り、うんうん、航空写真家、はい、名刺ができたよと、うん、で、そういうもう飛行機が好きで写真を撮って、で、確か自分が聞いた頃は写真を撮って、なんだっけ、ドローン、ドローンでも撮ってる。今はもうドローンはやってないです。ドローンやってない、はい、ドローンもね、まあ、航空機というか空飛ぶんだけど、やっぱドローンでこれ自分で操縦しているよりも自分で飛行機の変えて操縦したいって感じ。そうか、ドローンでもやっぱりモニターなんですけど、自分で自分が飛ばしてるこの映像が見えるんで、それでも楽しかったです。ああ、そうかそうかそうか。それも結構映像見せてもらったことあるんですけど、綺麗っすよ、うまいっすよ、ね。そっか、あれもやってないんだ。そうなんだ。でも写真今もう一本というか、レンズ買うのにお金が必要だったんで、ドローンもちょっと諦めて。あ、そうかそうかそうか。うーん、そっか。で、まあ後でちょっとカメラの話もしたいんですけども、はい、まあ、そうやって、おそらく幼少期というか、もう5年生ぐらいからカメラを撮り始めて、はい、私のところに来たのが小学校の6年生。はい。覚えてるの？覚えてます。自分も覚えてますよ、うん、6年生ね、6年生の時に、はい、お父さんお母さんと一緒に来たんですけど、はい、あれって なんで近くにたまたま通ったから、あの時、まあ、あの国体道路あったじゃないですか。そうそうそう。で、それでよくうるま市の方に行ってたんで、その時によく見てて、うん、なんかパイロット、航空機の メーターの看板だったんで、そう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 、なんだろうなと思って、うん、入ったら興味持って、そういう見つけ方だったんですね、はい、国体道路にうちの事務所があった時に、はい、看板に飛行機のケーキを載せたんですよ、はい、まあ、それを見てでしょ、はい、で、その時に、お母さんとお父さんと、はい、しゅんくんが入ってきて、うん、いや、パイロットになりたいと言ってるんです、うん、どうしたらいいですか、ね、あ、そうなんだ。で、明らかにもう子供じゃないですか、はい、名誉でも子供ですけども、当時はまださらにもっとちっちゃい、小学校6年生なんで、あ、そう、今何年生って言ったら6年生です。あ、そっかって、じゃあですねって、まず中学校行こうって。覚えてる？覚えてます。まず中学校行こうって、で、高校行こうって、まあ普通の5科目ね、はい、まあ、体育もいろいろ音楽もあるんだけど、まあ、学校の勉強を、まあ普通にやっていこうねっていう話をして、で、その時にも お話したと思うんですけど、でも英語は頑張っとこうね。で、小学校6年なのでまだ英語なんかやってない時代かな。ちょっとやってはいたんですけど、そこまで得意教科ってわけではなかったです。っていう話をしたんですよ、はい、パイロット目指してる、あ、じゃあ5教科頑張ろう、特に英語頑張ろうね。でも大体が、いや、英語苦手なんですって、下手したら嫌いなんですという人もいるんですよ。でもそこはそこで、あ、そっかって聞いて、でもそこはね、きちっと勉強しようねっていうお話をしたと思います。で、じゃあだから、じゃあその日から
どういった訓練ができるのじゃなくて、はい、もうやっぱり基礎が大切なんでね、やっぱり学校の科目、英語の科目っていうのをしっかりやって、もちろん体も健康にって話をしたからですね、した後に頻繁に通ってくれたんですよ。うちでよくイベントがあったんですね、はい、ね、あのパイロットの、セミナーとか、もうちゃんと専門的な話とかね、全て英語でのセミナーとかもちょくちょく来たもんね。そういうのもね、ちゃんと来るんですよ。で、多分最初の頃は何言ってるか分からなかったでしょ。ちんぷんかんぷんだけでちょっと来るんですよ。でも行くんですね。すごい熱心な子だなと思って。でもやっぱり中学生じゃないですか。うん、ね。まあその中で、何回か通ってるうちに、確か1、2ヶ月前かな、またイベントがあって来てもらったんですよ。もうこういう仲なので、で、しゅん君今最近どうとかって言ったら、いや実は英語頑張りましたね、はい、びっくりした。英語頑張りましたっていうか、普通はなんか英検、4級合格しましたとか、はい、学校の点数、何点でしたっていうのかなと思ったら、はい、代表でイギリスに行きますって言うんですよ。何で行くのって言ったら、スピーチ、はい、英語スピーチですよ。代表ですよ、はい、イギリスですよ。イギリスに行くんですか。うわ、ね、そうです。もう一瞬と思って、待って、3年前に来たしゅん君は小学生で英語はそこまで好きじゃなかったって言ってる子が英語勉強してイギリスに代表で行くって何これと思って、ね、でその時に説明会だったんですけども、来てた人がいたので、いやせっかくだったらさ、じゃあちょっとやってみてって、もういきなりね、ま振ったんですよ。はい、無茶ぶり。完全無茶ぶりだよね。それから本人もえっと言って、はい、もうちょっと原稿忘れてるんで、はい、読みながらでいいですか。あ、それは全然構わないよって言って、じゃあお願いしますってやってもらったんですよ。でその前にタイトルなんですか。パイロットショーテージって言って、パイロット不足についてどうします。おお、すごい。どうします、パイロット不足についてっていう内容でスピーチですよ。スピーチ英語で。英語で。まあ、そのタイトルを聞いて、パイロット不足についてえって、もちろん私はこの業界いるんでこの話をしてるんですけども、中学3年生がパイロット不足について、なんかパイロットになりたいんですっていう夢を話すのかなと思ったら、パイロット不足についてっていう具体的なこの事例について言うじゃないですか。まずそのタイトルでびっくりして、まずそこで一発目びっくりして、でじゃあお願いしますって言って、みんなの前で、まあ、原稿見ながらね話したんですよ。これがびっくり。めっちゃ発音が綺麗で、でしかも内容がもうしっかりとしてるんですよ。一瞬思ったのはね、あれこれ自分がほらいろんなセミナー行って、はい、今の現状パイロット不足ですよっていう話をこいつどっかで聞いたかなと思ってっていうぐらい結構調べてる内容。あれどうやって調べたの。インターネットで検索しました。いやいや、どのアプローチか、単純にパイロット不足って出てくるでしょ、はい、でいろんな情報があるじゃん、それを自分の中でまとめる、はい、じゃあ、まあ、英語でも日本語でもいいんですけど、日本語で説明してもらおうかな。じゃあパイロット不足のあのスピーチを してくださいっていうわけじゃなくて、現状パイロット不足ってどんな感じなんですか。今ももう常に深刻で、6月にはジェットスターさんがパイロット不足で飛行機を欠航させるとか、これからまたさらにパイロットが減っていくっていう状況です。ほら、よく知ってらっしゃる。そのちゃんと調べて、このなんていうんですか、その 実態というか、うんね、びっくりしましたよ。でそれでイギリスに行くと。でちなみにイギリスに行くのはいつですか。11月です。11月に、はい、代表、はい、沖縄から何名ぐらいなんですか。ちなみに北谷町から、で、うん、うちの学校から3名です。おお、すごい。すごいね。北谷町ってさ、外国人結構いるじゃん。はい。その代表の方っての外国人、日本人。日本人です。これは、うん、出場資格が日本人だけなんで。ああ、そうかそうかそうか。まあ外国人だったら普通にペラペラ喋りますもんね、まあ、でもですよ、はい、学校のテストだったら普通は外国人がやっぱり、だって母国語なんで上じゃないですか、はい、違うんですよ。
外国人抜いちゃったんですよ。その人悔しいはず。そうですよね。選んでってなりますよね。でも英語はそのそもそも、好きじゃなかったのが、やっぱり英語を喋るきっかけってどのタイミングだった？自分が英語がだんだん得意になっていったのは、うん、もうどちらかというと今でも日常会話よりも飛行機の専門用語の方が得意で、写真の方が先に趣味になったんですけど、うん、そこで写真撮ろうと思っても軍用機なんで時刻表も何もありませんし、それでやっぱり降りてくるのが分かんないと撮りようがないんで、それで航空無線を聞こうってなって、そうするとやっぱり英語なんで英語分かんないと何が降りてくるかも分かんないっていうので、いい写真を撮るためには英語を聞かないといけないっていうところから、そこでつながるんですね。そうなんですね。あ、パイロットになりたかったわけじゃないんだね。まあ写真、はい、あ、降りてくるから無線を聞いて、聞いたらなんじゃこれ全部英語じゃんと、はい、それをひたすら聞くだけで耳が慣れてきたってこと。そうです。ちなみにそれはだいたい期間的に何年ぐらいで聞ける？何ヶ月？今も まだまだ全然完璧ではないんですけど、うん、今んとこもう5年ぐらいは聞いてると思います。じゃあその最初無線機を手にして聞いたらもう何言ってるか分からんわけじゃん。全然わからないです、ね、全然わからないよね。それがだん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 、あ、なんか分かってきたっていうのはどのぐらい期間的に？結構最近、まあ、3年ぐらい前ね。やっぱり聞いてるだけでは分かんなくて、聞いてそれと同時に見て、これを言ったら何をするんだっていうことをその 見てるとやっぱ覚えます。行動と言ってることを自分の中で頭の中で一緒にして、これ言ったらこれが起きるみたいな感じ、はい、です。管制官が言ってること、パイロットが言ってること両方聞きながら、はい、今この人がこうなってるんだと、はい、これパイロットの訓練で、はいはい、私喋ってることです。訓練生に聞いて見て、はい、それで頭の中で組み合わせようねみたいな形を自己流で学んだ。やっぱり聞いてるだけではただ喋ってるんで何も覚えないんですよ。聞きながら見て、こいつ今こう言ったからこれを行動してるんだっていうのを覚えていきました。すごいっすね。この写真が撮りたいがために子供の興味ってすごいですね。はい、大塚さんからもコメントが来てて、うわおじいさんは鳥肌になりましたっていや本当ですよね。さっき大塚さんともねお話をしたんですけども、はい、いやこの子は本当にすごいんですよ、うん、でもね話をするために毎回すごいことが発見するんですよ、はい、おまだまだじゃあ出てくる、まだまだ出てきますね。いや特にじゃあどこまでこの無線が難しいかっていうと、うん、ピンとこないじゃないですか、はい、全然管制官とパイロットのやり取り、もちろん日本もアメリカも外国も英語でやるんですけども、うん、多分彼が見てるのは米軍の飛行機でしょ、はい、ってことはアメリカ人の生の管制官とパイロットじゃないですか、うん、めちゃめちゃ速いんですよ。あそうですよね、もうめちゃめちゃ速い言葉、スピードが速いし、うん、で無線だから音質も良くないんだよね、はい、そこまでは良くない。無線を通する言葉なんで聞きにくいんですよ、うんうん、でしかも航空用語でしょ、はい、いや関心だな。自分が免許訓練した時の、はい、お話しましょうか。アメリカ行って無線機買いました。教官がね、はい、たまらんお前とにかく無線聞いてろと、うん、そっからだ。いやその通りですよ、はい、まさにその通り、同じ聞いたわけですよ、はい、でねエイティスってあるでしょ、航空の情、はい、航空情報、航空気象情報っていうのが、はい、もう常時テープレコーダーみたいなのがずっと流れてるんですよ、はい、たかだか、まあ、1分ぐらいの情報を、うんはい聞くんですけど、要するに今の空港は風がどうで気温がどうでとか話してるんですよ、はい、たった1分の情報を私1日聞いても聞き取れないんですよ、うん、全然聞き取れないんですよ、ね、でそれはただその時自分教官がいたんで、はい、教えてくださいっていうふうなちゃんと人いましたけど、シュンクの場合はじゃ聞いて目で見て、はい、多分これ言ってるんだろうって想像して、その自分が知ってるその単語とかをちょっと考えてやったんですよね、はい、すごいな。それでもまだ ATIS は難しいです。あ本当、うん、そうかそうかそうか。でじゃあ
ここまで多分お聞きになられたあのまなみさんも皆さんもそうですけど、はいはい、じゃあアメリカ人だったらできるんじゃないのって思うじゃないですか、はい、違うんですよ、違うんですよ、英語ができるのと航空無線別なんですよ。で自分も日本人だからやっぱり無線できないんだなとか、うん、外国人だから上手なんだなと思ってたんですよ、うんはい、でカデナで仕事をし始めて、相手アメリカ人でしょ、めちゃめちゃ英語喋るじゃないですか。でその人たちが無線を聞いてわからんって言うんですよ。わからんって、いや英語喋ってる、いやこれ英語じゃないしって言うんですよ。英語なんですけども、あの記号みたいなもんなんでね、はい、あなんかまあこの業務、そうそうそう、業界用語みたいな、業務用語みたいなのがあって、はい、でそこで聞き取れないって言うんですよね、うん、でそのパターンがあるので、逆にそのパターンさえわかればわかるようになるんだよね。はい、そっか。じゃあ聞くのは慣れて、でも今度はさ、今度訓練始めるでしょ、今度喋らないといけないんですよ。そこがまた一苦労。もう外人さん の, あのアメリカ人の訓練生が、カンニングペーパー作ってきてですよ、自分が喋ること読んでるんですよ、可愛くて可愛くてあアメリカ人でもこうなんだと思って、しかもドキドキしながらマイク押すときにはって緊張してから喋るんですよ。あれ見たときに、あ航空無線って英語なんだけど英語じゃないんだなと、慣れればできるのかなと思ったんですけど、 まさかね、この自分が聞いてみてやるというこの根性、すごいな、すごいですよ。いやもう本当感心です、素晴らしいです。すごいですね、すごいですね。でもそれもやっぱりこの写真を撮りたいとか、このっていう、なんだろう、目標があってのあれですけど、目標があるって強いですね、はい、うん、すごいな本当に、そこまで綺麗になるんだ、うん、そうかそうか。で、まあ、そうやって飛行機が好きになりましたって時に、さっきもね、始まる前にちょっとお父さんお母さんの話をしたんですけども、はい、いや、シュンはちっちゃい時にも飛行機実際に好きで好きで乗りに行ったんですよって。どこに乗りに行ったの？グアムとハワイです。グアムとハワイに飛行機を乗りに行くというね、びっくりでしょ、はい、この数ヶ月前にお話ししているんですよ、こっちに。あまり好きで好きで、じゃあ乗ろうと思って、はい、お父さんお母さんすごいですよね。で一緒に行って、グアムで最初飛行機乗った時何歳？8歳ぐらいでした。どうします？8歳って多分操縦桿がこの辺にあって、はい、足つかないですよね。つかないです。 足ペダルがあるんですよ、はい、足ペダル届かない。でもクッションやれば外見えるのかな、はい、あそういう世界なんで、そういう世界で、それで乗った、操縦した、はい、どうでした最初？でも小さかったんで、うん、そこまで恐怖心とかなくて結構楽しめました。その外の景色とか、はい、こうやったらこう動いて、動いた動いたみたいな感じなんですか？ここだけに集中してメーターとか全部無視して、もうこれだけで飛ばしてるっていう感覚があったんで。じゃあ本当に自分が操縦してるって感覚を味わったの？そう、8歳にして。羨ましいですね。すごいですね、これ8歳でできる経験なんですね。いや確かに基地の中ではそういう方々いっぱい見てきましたけども、はい、日本人じゃないですか、はい、日本人でそういう環境 で、ね、まあ、操縦できたっていうのはラッキーですよ、素晴らしい。それが8歳でしょ、はい、でもあるでしょその次が10歳ぐらいにもまた乗ってます。ほら、いつでも小学生、3年生とか4年生とか、 そんなもんでしょ、その時に乗って。でその時は何、パイロットになりたいって思っての？思ってはいたんですけど、やっぱり小さい頃は結構ずっとパイロットになりたいと思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱり6年生とかそんなぐらいになってきて、だんだん現実を見出して、ああ無理なのかなと思ったんですけど、うん、そっちの FSO さんに行って、うん、それで話聞いて自分でもできるんじゃないかと思って、ああまた再び、あなるほど、そこで私たちの話が出てくるわけですね、はい、ありがとうございます。じゃあその後私たちに来てどうなったかっていうのはちょっと CM を挟んでからまたお話をしたいと思います、はい、よろしくお願いします。あなたの広告、町中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。
毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオカ、軽がヤッサイビンド、長浜モーター宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手をNPO 法人プロミスキーパーズ。いや、 CM 中も盛り上がりましたね。すごいですね。すごいですね。いや、びっくりびっくり。でもやっぱりあのすごいリアルな話があったんですよ、 CM 中。あのやっぱりパイロットになりたい、あの短冊でパイロットになりたいって言ってるんだけど、あのそこでなかなかなる人がいないというのがあって、でちょうどその、小学校の時にうちに来たということですよね。大丈夫ですか、はい、で、あ、じゃあそのタイミングでうちに来て私と話をしたんだ。はい、あ、いいタイミングでしたね。でタイミング的にはしゅんくんがやりたいと思ってるんだけど、やっぱり無理かもなって思ってる時に私と会って、で自分は、まあ、正直その時はもう本当に子供たちから大人までいろんな方々あの飛行機教えてたんで、しゅんくんもそのうちの一人なわけ。その当時はあ、ただ日本人っていうだけで、あ、もう子供でもできるよっていう話で、っていう話をしたんだよね、きっとね。そうかそうか。でそうやってお話をして、でさらに飛行機の、ね、無線を聞いてというところで、あのしゅんくんね、あのうちにしょっちゅう来るじゃないですか。でタイミングが合えばあのうちの、オフィスに来ているアメリカ人のパイロットとも、この間ね、友達だったもんね。あのびっくりしたんじゃない、あえて ラフな格好でね。普段はあの米軍機のでっかい、はい、大きい飛行機乗ってるパイロットがいるんですけども、はい、友達がいるんですけど、はい、あの彼の話をしたら、あー面白い面白いとかって、合わせてとかって、で一回セッティングしてね、来てすごく仲良くなって、なんかアドバイスもらいました。まだもらってない、まだもらってない。なんかでもある時全部英語で話してたじゃんね、全然あのぐらいの会話全然できるわけでしょ。すごいっすよ。マイコは結構早口だったけど、難しかったです。あ、難しかった。でもちゃんと自分で喋ってたじゃん。自分から話を振るのはまあ、得意な方なんですけど、うん、相手から言われたら頭の中に理解するのに時間がかかります。ああそうかそうか、なれなれ。もうでもあの会話を聞いてると、あ、全然いけるなと思った、うん、素晴らしいです。であの航空写真の話からちょっとあのお話聞きたいんですけど、実は私がまたこれびっくりしたのはね、はい、航空写真を撮りにアメリカに行ったんだよね。はい、って言ったら、まなみさんだったら、はい、航空写真を撮りにアメリカに旅行に行ったついでに撮ったっていうイメージありません、うんうん、はい、違うんですよ。まずじゃあ、家族で行ったのか、一人で行ったのか。一人なんです。一人で那覇から一人で、親も親ですよね。すごいですよね。どうぞみたいな感じであれだったんです、うん、で一人でどこ行ったの。ラスベガス。なんでラスベガスだったの。知り合いがいるのと、あとはあのミラマーっていう海兵隊の航空基地があって、そこでエアショーがあったんですけど、
それに行きたいって言ったんですけど、あのお金がないから無理って言われて、じゃあ一人で行くって言って、それで一人で行くことになりました。あのその時初めてアメリカに行く、はい、一人で、はい、ちっちゃい時にお父さんお母さんとハワイとかゴムに乗ったっていう経験あるんだけど、はい、いきなり初めてアメリカ本国に。そうです。怖くなかった？そんなに、まあ、あ、去年ちょうど1年前の今日か昨日ぐらい出発してます。じゃあ記念すべきじゃん。でこれがですよ、さらにすごいのは、はい、期間的にどのぐらいいたの？2ヶ月間どうするの？自分写真撮りにですよね。そう、自分これ聞いた時にこいつは大盛りになるなと思って。2ヶ月ラスベガスで一人旅、はい、中学生ありえないですよね、はい、どこに泊まってたの？友達の家です、向こうの、うん、向こうの友達日本人？ハーフ、ハンガリー人です。で、なんですけどこっちにいるときにあの米軍の方と結婚して、うん、あのその人が転勤になったんで今ラスベガスにいるっていう感じで。あ、え、じゃあ言葉は？言葉は家の中で日本語でした。あ、日本語。はい、あ、日本喋ってくれたんだ。はい、でその撮影行くときは一人で？はい、朝は早い時間に出るんであれば車で送ってもらって、まだ飛行機はそんなに8時ぐらいからしか飛ばないんですけど、5時台ぐらいにもう暗闇の砂漠の中に降ろされて、もう寒い寒いでそこで待って、で、あ、やっと太陽出てきた、あったかいって思いながら飛行機飛ぶの待ってました。すごいですよね、これこの熱意っていうか、すごい。これは子供が語る経験なんじゃないですね。なんか話普通大人ですよね。はい、大人例えば大学生とか大人が、はい、休み取ってアメリカに一人旅行きました。はい、で写真撮りに来ました。はい、ならいいんだけど、喋ってるのが中学生ですか。それがちょっと今驚きですね。ほら大塚さんも淡々と話されてるのかっこいいね。本当ですよ。かっこいいですよ。すごいな。でそれで2ヶ月撮りだめた写真がいっぱいあるんだよね。はい、絶対写真展開いた方がいいと思う。一応今月本当は写真展開く予定だったんですけど、あのキャノンのフォトコンテストが入ってて、それの結果発表が10月中旬になるっていうことで、うん、結果発表までは待たないといけないんで、未公開の写真だけなんで。そうなんだ。っていうぐらいやっぱ実力あるんだよ。おすごいな。自分でもし乗ったらさ、写真両方やるの？それは危ないんで別でやります。でももうそういう、 もう写真撮りたいもう欲もどんどん出てきそうですよね、この運転手の話。だって空港行って飛行機乗るじゃん、はい、ということは空港行ったら飛行機があるわけじゃん、はい、今までだったらほら空港の外でこう遠目で撮るわけでしょ、はい、今度アメリカ行ったらさ目の前に飛行機止まってんだから。そうなんです。ねえ、もう撮り放題じゃん。そうです。空港の外からだとやっぱちょっと遠いんで、うん、あの空港 の警備でも何でも係の人が結構羨ましいです。近くまで行ってフェンスない、もうフェンス越しじゃないで撮れるっていうのが。あ、大丈夫、フェンスの中入れるから。まさに飛行機に乗ってあの誘導路とか滑走路とかに行くからさ、もう目の前じゃん。じゃあそれも楽しみなんだ今回。はい、いや実はですね、はい、来月行くんですよ。お、10月の、5日か6日かに、はい、ハワイに行ってですね、はい、もう彼からしたら3回目になるんでしょうけども、はい、今回このしゅん君のプロジェクトっていうのが、はい、今14歳です。でもうすぐ15歳ね、はい、で来年に16歳になる、はい、で航空法上16歳になるとグライダーといわれるあのエンジンがついてる翼が長い飛行機、はい、の免許が取れる年齢なんですね。で、しゅん君にはその16歳の誕生日、誕生月を目指して、免許を取ると、はい、そのプロジェクトはいよいよスタートしました。お、うん、それを今、はい、いろんなところで話をするともうみんなからしゅん君と会いたいとか、うん、ね、さっきも収録始まる前に、はい、あのね、自分たちのビジネスパートの話をする、あ、
あの浅戸くんですかって有名人になってるねえ、マスコミからもいっぱい取材を受けるんで、まあそのために来月実際にアメリカに行ってグライダーを乗ります、ね、飛行機も乗ります、まあ、それが正式な飛行時間として当然なるし、で来年行ってで1年かけてね、あの、まあ、我々と一緒に英語の勉強、座学気象も含めてね、いろんな工学も勉強して、で時々学校休んでアメリカ行って訓練する予定です。学校休むんですよ。学校休んで。学校休んでいいの？大丈夫です。大丈夫なの？大丈夫なの。先生 OK もらったの？はい。校長先生から OK もらったもんね。はい。そうなんですよ。もらったんですよ。あ、まあ、やっぱそこまで。やっぱりあの、やっぱり中学生なんで、はい、あのしっかり学校には挨拶をしに行ったんですね。はい、そうすると学校の先生も校長先生もびっくりして、はい、いやいやこんな素晴らしいことはあのぜひ応援しましょうよって言ってくれたからね。もう心強かったね。なんで今は高校、こうやって学校の校長先生、はい、町の、教育委員会の方、茶谷町、はい、みんなにすごく応援してもらって、あのやっぱり、浅戸俊介君の夢を応援しようと、はい、嬉しいね、はい、すごいですね。学校を挙げてもう、そう送り出してどうですか、そういう実感わかる、このすごいことって。そんなに実感ないんです。いや周りがさ本当に支援してくる、もうお父さんお母さんももちろんそうだけども、その学校関係者とかね、みんなが応援してくれてるって、それはやっぱり感謝しないとね、はい、うん、まあ、それで今回、まあ、アメリカ行って1年間大変だと思いますよ。学校の勉強もしなくちゃいけない、で飛行機の勉強もしなくちゃいけない、英語も勉強しなくちゃいけない、で高校受験もあるんだもんね、はい、こんなハードな中学生いないじゃないですか、うん、中学生にしてこんなにもこんなに忙しい、うん、じゃあそういう1年を今後やっていくんだけどさ、うん、少なくとも免許を取るまでのじゃあこの1年間どういう学校生活で頑張りたいですか？今のあの普通の中学校での学校生活はまあ受験とか向けてもう今まで通りまあ頑張りながら、さらに英語と数学と理科力入れて頑張りたいです。うん、素晴らしい素晴らしい、やっぱりその教科は大事だもんね、はい、うん、って言ってもそこまでめちゃめちゃすごく良くなる必要もなくて、でも基礎は基礎だから勉強しなくちゃいけないと、はい、素晴らしいですね。この子供がねあのこれをやるために、はい、じゃあこれをしようって思うとめちゃめちゃパワーが出る、まさに見本ですよ ね、 ね、多分しゅんくんの話を聞いて同級生知ってるの？このグライダー免許取り。あ、確かに。知らないと思います。言ってないんだ、いやもうバレてるし、ま、もうラジオで喋ってるし、多分もう少しで死亡のだもんね、はい、あ、じゃあ誰も知らない。あ、じゃあそれで初めて知る人 初めて知る友達とかもいる、はい、結構いると思います、じゃあその人たちがさえ、しゅんお前がやるんだったら俺もやろうかなって言ったら先輩たちなんて言うの？どんなアドバイスするの同級生に？まあどうぞって感じ。どうぞどうぞまあそうだよね、自分もやってるんだからさみたいな感じで、そっかそっか、うーん、同級生だけじゃなくてまあ間違いなくそうなんだろうけど年下のその、小学生とか中学校の1、2年生とか、もしかすると年上今の高校生とか大人とかやりたい、多分ね、俊介くんのね、俊くんのその行動を見て、あ、自分もできるかもって思う人いっぱいいると思う。うん、なんてアドバイスしますか？やっぱりパイロット不足なんで、飛行機業界をもっと盛り上げていきたいんで、なるべく多くの人を巻き込んで、まあ、このラジオもそうなんですけど、なるべくパイロットになりやすいっていうこと、認知度を上げていって、航空業界が下がっていかないように上がるようにしていきたいです、うん、私が言ってること言われちゃった。そうですね、いつも玉田さんが言ってることをそのまま。素晴らしい。だそれを結局しゅんくんはネットで調査しながら本当に本気で思ってるわけですよ。素晴らしいですね、素晴らしい、いやもう感動しました、うん、まあこれから、学校の方々、学校の先生方にもね、あのいろいろあのお世話になるんですけど、やっぱりおそらくこのラジオを聞くであろう、YouTube でね、
アメリカの教官もいるんですよ、ね、私の教官でもあり私の試験官でもあり、松本優子さんって言って、はい、日本人なんですよ。今もアメリカ人になっちゃったのかな、国籍は、まあ、日本の方、日本語も喋りますよ、ね、でその方との出会いが私がアメリカの試験官してる頃、はい、試験官 の, その定期の研修会があってそこでお会いしたんですけども、あ同じ日本人ですねとかって、はい、私は飛行機の試験官で松本優子さんはグライダーの試験官をされてて、そこで意気投合して、じゃあ私も飛行機やグライダー取りますという時から の, ご縁なんですけども、今回俊君が行くってことをもうですね話をしています。すごく楽しみにしています、うん、やっぱり子供の頃から飛行機に慣れ親しんでグライダーに慣れ親しんで、空を大好きになってもらうっていう気持ちはもう私も優子さんも一緒なので、まだ会ったことないかもしれないんだけど今度会いますけどね、はい、じゃあその優子さんに何かメッセージがあれば多分聞いてると思います。これからまあパイロットに向けて、まあ、いろいろ学んでいきたいのでぜひよろしくお願いします、うん、優子さんが、言ってるのは最初は楽しもうねって言うんですよ。それって素敵と思いません、うん、なんかすごく飛行機の勉強するとなるともうガチガチじゃないですか、はい、違うんですよ、優子さん楽しもうねって、そっからだと思います、うん、そっから楽しんで、カメラも一緒で楽しいからいろんな大変なことも勉強できる、うん、それを最初から大変なことばっかり話したらじゃあもういいよってなるじゃないですか、うん、だから楽しさをまず知ってもらいたいなっていう、その優子さんの話を聞いて自分もあ、いやもう同感ですって、自分も飛行機教えてると最初に1時間1時間2時間っていうのは難しいことは何にも言わない、うん、だって俊君が最初飛行機乗った時にケーキなんか何も見ないでしょ、はい、もう単純にそんたとろんで楽しいねって、そうです、あの感覚をグライダーで、グライダーだとメーターも少ないし、このキャノピーってこうすごくオープンな気持ちになるし、うわー空飛んでるって、あの感覚でよしやってみようって、まあ今出発前なんでおそらくイメージでしか分かんないと思うんですけど、帰ってきたらね、こうでまたいろんな話聞きたいよね。で実は行った時には私も行くんですけど、現地でちょっとラジオ収録してね、私がいない時にはちょっと録画とか収録になるんですけども、現地の様子っていうのを現地からレポートしていきたいと思います。いいですね、現地の教官交えて、はい、で現地の実際の俊君のね、フライトを見てですね、カメラもね取り付けてね、でまた自分の趣味のカメラも撮りたいんでしょ。そうです。ハワイってどんな飛行機撮りたいの？見て、まあいろいろあるんですけど、うん、今回飛行機のカメラマンは、うん、普段飛行機自分の上飛ぶじゃないですか、うん、逆に上から飛行機を撮るっていうのが、飛行から飛行機を撮る、そう、自分の眼下に飛行機を撮るっていうのがカメラマンのあれなんですよ。あ、なんで上がって、で飛行機って飛んだ後時々曲がることがあるんじゃないですか、すぐ低い位置で、はいはいはい、そういうので反対側の羽が見えたりすると結構マニアは喜びます。はあ、上がってくれるとありがたい。マニア的なあれがあるんです多分ラジオ聞いてマニア、そう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 って今漏れがってますよそうなんだ、ただ横を飛んでるだけよりはお腹って言ってるんですけど、もう撮るよりは曲がってる時が、あそうか、下から見るとお腹が見えるから、はい、あそこもいいんだけど上から見ると上からっていうのが一番いいです。また空をと撮っててもまあそれなりに綺麗なんですけど、うん、やっぱ街と撮ったり周りの飛行機も一緒に撮ったりとか、そっか、景色が変わりますもんね、いつも見上げてたら空しか映らないけど、うん、飛行機の周りにいろいろ映るんで、そうだね、うん、他の飛行機もいたら映るもんね。いや区域はね結構混雑してるからね、自分が飛んでる時は多分撮影するよ、まあ、絶対ないと思うんだけど、後ろに乗ってとかいう時だったらいっぱい飛んでるからね、本当にちっちゃい子が、ちっちゃい小型機からヘリコプターも飛んでるし、近くにはねヒッカムってね、米軍基地もあるよね、知ってるよねきっとね今回もだからハワイは軍民両用なんで、うん、普通軍
要の空港の上ヘリとか低空で飛ばしたらなんか言われるんですけど、うん、ハワイは普通にただ飛んでるだけみたいな感じで、うん、上飛んで写真撮りたいです。めっちゃ楽しそう。もう今からワクワクですね。乗るのと写真撮るのどっちが好き？乗るのも楽しいんですけどやっぱり写真撮るのがいいかなと思います。上から撮れるなら。いいね。それくらい魅力なんですね。じゃあやっぱ上から。うん、飛行機乗るのも楽しいんですけど、うん、やっぱりあの写真で撮るとどんどん自分のコレクションになっていくんで。相当溜まってるんじゃないの？はい。何枚ぐらいの？今はもう大体もう一機種多い時1回の離陸で50枚ぐらい撮ることもあるんですけど、まあその中からいいの3枚とか選んで今で3000枚ぐらい。相当溜まります。3000枚すげえ。週1、学校ある時でも週1ぐらいで画像処理するんですけど、それでも400、500枚とか普通に溜まってるんで。忙しいね。学校帰ってそこをやるんだ。全部パソコンに取り込んで編集して。すごいね。学校の勉強やる時間は、まあ、朝早く学校行くんで学校でやってます。あ、ちゃんと両立してるんだね。家にいるとやっぱり飛行機も見えるし無線も聞こえてくるし楽しいテレビもやってるしで、なかなか勉強集中できないんでもう何も楽しいテレビも何もやってない朝の早い時間に何もない学校に行ってそしたら集中できるんで。すごい時間の使い方。すごいっすよね。時間の使い方すごいっすよね。勉強しよう。すごくないですか。本当に中学生。確かに夜って誘惑多いですよね。この家にいたら何だろう、まあ、テレビも面白いし、テレビもあるし、で自分の時間だし。タイムマネジメントができてるじゃないですか。何それ。いや、それは自分で考えたんだ。この時間だと自分が集中できるから。だって早起きしなくちゃいけないからやっぱり辛いじゃないですか。でもその分早く寝れば大丈夫なんで。ああ、いや大したもんだな。あの確かにね、あの今訓練我々提供してるんですけども、はい、あのものすごい膨大な量をその短い時間というかある程度決まった時間で勉強するにはタイムマネジメントを考えないとできないんですよね、うん、そうするとだって人みんな24時間じゃないですか。寝る時間があってご飯食べる時間があってじゃあ本読む時間があってビデオ見る時間があって問題解く時間があって書き込んだりする時間、これ自分で計画しないといけないよって、まあ、いう話をしてるんですけど、そういうのを練習しながらだん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 タイムマネジメントって勉強していくんですけど、それ別に先生に言われたからとかじゃなくて。ではないです。もう小学校の頃から早く学校に行って勉強して。それは単純にうちにいる時はこのカメラの編集をしたいからそこですよ。この一つの興味がここまで広がっていくんですね、うん、ああ多分これラジオ番組聞いてる大人の人でもあの打ち当たりしてる人いっぱいいるかもしれないみたいな。すごいよな、はい、いやいや大したもんですよ。今の段階からこうやって勉強をしていってで実際に訓練始まるんですね、はい、で実際あのそうそうそう教材ようやくスタートしますよ。うちの訓練が、うん、でうちの訓練であの教材はですね、ビデオです。まずはビデオで視覚から見てもらって、まあ、グライダーのねどうやって飛ぶかとかそういった原理っていうのをあの教科書だとやっぱり難しいのでビデオで見て、それをなんとなく分かってもらって、ただ全部英語です、はい、一応字幕つけられます英語の。いい勉強になるでしょ、はい、それであの少しずつスタートしていこうかなと思ってます。少しずつね。でもこのぐらいやっぱりタイムマネジメントができるとすごい期待できますよね。素晴らしい。じゃあ、 あの最後にやっぱりこれを機会を与えてくれたお父さんお母さんに一言感謝の気持ちを聞いてますか。聞いてますか。今までいろいろカメラもやらせてもらったり、まあ、パイロットの学校の方にも行かせてもらったりいろいろと感謝してます。ほら本当そうですよ、うん、あのまあ、我々もあの全力で支援します。で今回お父さんもお母さんも一緒にねハワイに行ってやりますけども、みんなの力を合わせて、俊君の夢応援したいと思ってます。あのこのラジオを聞きの皆さん、俊君は声かければいつでも多分お話を聞いてくれると思いますので、
ね、あのぜひみんなで応援して、で俊君も言った通り私も思ってます、この北谷町、そして沖縄県からたくさんの、パイロットが将来育成してですね、あの、はい、世界に羽ばたいていってほしいなと思います、はい、もう今日はいっぱいびっくりしたことがさらに出てきました。本当に今日はありがとうございました。今日ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次回以降というか、ハワイに行ったらまた現地でラジオの収録で、はい、このラジオを聴く皆さんにどん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 情報を伝えていきましょうね、はい、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごくないですか。すごい、もうどんどんびっくりが出て、びっくりがびっくりで知らんことがあって、なんかもっといっぱい出てきそう。今度は安田さんの話ゆっくりしてだよね。まだまだ話あるあるよね、きっとね。大丈夫、何回も出るからしかもほらハワイでは、ハワイで向こうでも撮るから。